せっかくですし、みんなで一緒に行きましょう。あ、ん？すごく嫌そうな顔してる。あの、同伴者ありって聞いていたんですけど。申し訳ありません、ゼーリエ様からの通達でフリーレン様は出禁です。なぜ私がここまで出向いたか、理由はわかるか？全然です。今後千年は大陸魔法協会の施設には立ち入らないようにと。フリーレン様が何をしたって言うんですか？仕方がないよ、ゼーリエの機嫌を損ねてしまったからね。まったく子供みたいな人だよね。まあ、だんまりか。都合が悪い時はいつもそうだな。第二次試験の合格者は12名。まあ私も来たくて来たわけじゃないし、外で待っているね。俺も外で待ってるよ。おーい、これより一級魔法使い選抜試験を行う。魔法使いの強さを決めるのは魔力だけじゃないよ。魔法というのはイメージの世界だ。こういうのは理屈じゃない。お説教でもしに来たの？人間は欲望のために戦うんだよ。